助けマンだから。あ、お助けマンですか、うん、はいはい。あの前にね、沼尾のネタでね、パピッペクイズっつうのやったんだけど、パピッペクイズ、うん、はあ、これはあのこっちから出す問題に対して全部ね、パピッペポの音だけで答えると、はあ、いうやつなんだけど、だアイウェオもパピッペポ、はあ、かきくけこもパピッペポ、パピッペポ、ね、はあ、でその音で答えると、ただしあの即音、あの小さいつとかね、あのうんっていう音があるけど、それはそのままでいいという、はあ、そういうルールね、であの沼尾の場合あの隠しマイクであの買い物中にやったんだけど、まああのテレちゃんチーフだから、お助けマンのね、はい、もうちょっと難易度を上げてね、インタビューの最中にね、このパピプペクイズをね、やらせてもらいたい。だあのインタビューの最中にチンベル鳴らして問題言うから、チンベルが鳴ったら問題をよく聞いて、パピプペポで答えてくれる。難しい、ね、難しいんだけどね。だってこれ相手のパピプペポの音で反応するか、うん、相手のお客さんもどういう反応するかっていうと、ああでもまあなんか言ってるなぐらいだと思うよ。あ、そうですか、うん、このパピプペポの音であの正解を認識できたらね、こっちであのピンポの音出すから。あ、そうですか。ブーの音が鳴った場合は何回もあのテラちゃんはパピプペポの音であの言ってね。あ、わかりました、うん、いや、であんまりインタビューの最中にパピプペポとかね、パピプペポとか言ってると不思議に思われるから。そうですよ。答えた後はパーマがお似合いですねとか、プルプル震えちゃいますね寒くてとかね、作業で始まる会話でごまかしてくれる。あ、いや、まあそれでごまかしきれるのかどうか。いや、大丈夫だと思うよ。そうですか、うん、あの今こちらですね、とある、東京都内少し離れまして、うん、まあ、横浜の方なんですよ。あ、そう、で、あの横浜で大変有名な町がありますね、うん、まあ、その辺りなんです。あ、その辺りなんですね。そうなんです。分かった。ですからね、今こちらにカップルの方はいるわ、若い方ね、うんうんうん、あとあのどっか地方からお越しになった団体さんがお見えになったりとか、あとは学生服姿の修学旅行生、こういった方もいらっしゃるんですよ。じゃあ、あの菓子とお饅頭を買ってきてもらえるとこですね。あ、そういうことですね。ね、そういうことに、うん、テレちゃんよろしくね。じゃあインタビューですか。うん、それじゃあ行ってみようかな、インタビュー。あら、またこういう時に限ってまたまた人がね、いや本当なんですよ。スタイルとしてわかるけど、ね、そんなはずないじゃん。だってこれがね、いたんだから、あの、まあ、親子連れもいらっしゃれば、あとカップルの方は結構私がそのマイクを持ってるその姿で少しこう、間隔を空けるというか離れていくような感じだ、うん、今こちらに20代ぐらいのですね、20歳ちょっと過ぎぐらいの女性の方2人組が歩いてきますので、ちょっとお話、うん、聞いてみましょうか。あ、恐れ入ります。ラジオの文化放送と申します、はい、今日ですね、あの今生放送中なんですけども、はい、あの秋田中華だ全員集合という、そのちょっとお話をお伺いするあのチャンスをですね、はい、設けてまして、ちょっとご協力よろしいでしょうか、はい、こちらにはよくお見えになります。いえ、あんまり。あ、今日はどちらからいらっしゃいました。札幌から来ました。札幌、はい、はあ、そ、あのこちらにお越しになるために、はい、あら、いつから計画練ってたんですか。2ヶ月前から。あら、で、あのこのこちらの町に来て何をこう召し上がろうというか、どんな雰囲気を味わおうと。あ、やっぱり中華な雰囲気を味わおうと。中華な雰囲気、新しい感覚ですね。中華な雰囲気。じゃあ、あのパピッペクイズ第1問いってみようかな、ね、あの中華な雰囲気ってのはどんな、韓国の、ね、食べるもの、代表的な料理 で、 そうです。食べるものとか、熱した器にご飯とかいろんな具を入れてかき混ぜて食べる料理。その感覚。これ何、お隣にいらっしゃるのはお友達いらっしゃいますか。そうです。あ、そうですか。あ、あのね、あの、ま、今、あ、日が差してまいりましたね。ね、はい、ピピパピピピンパ。すいません、すいませんでした。すいません、いや急にあれ、なんかちょっと私もちょっと生放送なんで緊張しちゃったで、ね、でもあのあれですね、良かったんじゃない、あのなんかこうね、不機嫌な感じだもん。中華って言うとピッコロな感じがしますよね。ピッコロ、ジャジャバルピッコロな感じはしませんか、あんまりね。でドラゴンボールのピッコロしか知らないんです。あら、まあさすがお若いオクスですか。いや、私は30近いです。大谷直子さんをあの20代にした感じがします。クイズ第2問、テラちゃんの伝説のネタでお尻を出して街中をパレードするネタを何というか、ね、ケツを出して街中をパレードする。中華街に着いたのは今日のお昼です。はあ、まあ当たり前ですけど飛行機でお見えになってね、はい、でも札幌だってほらラーメンは美味しいし、食べるもの魚介類なんて美味しいじゃないですか、はい、ペポパペポペポパペポ、
申し訳ございません。あれ？わかんないな。ああそうですか。あのさねラーメン美味しいでしょ。で、あのじゃあ胃の一番お食事されたんでしたっけ？ペプパペーポ。ペプパペーポ。パペーポ。はい。お食事しました。お食事何されました？今日はエビワンタンを食べてきました。はあ、エビワンタンはいいですね。じゃあパピプペクイズ第3問ね。このお店これ楽しみだな。テラちゃんが一番嫌いな人は誰でしょうか。どうでしたお味は、ね、美味しかったです。一番嫌いな人、あ美味しかった、はい、あのでもねエビって言えばその札幌の方にだってエビは美味しいエビはありますよね、はい、でもこちらのそのエビワンタンはどうですか、はい、おぺぺぴんぺぺあのいやあのなんて言いましょうかね、悪いけど今なんか普通に答えてなかった、いやあのハピッポじゃなかったような気がするんだけどすいませんいや今ねあの私あのお名前だけで結構なんですけど、ね、お名前おっしゃっていただけませんでしょうか。ようこです。ようこさん、ようこさんがあの今ですねあのちょっと吹いてしまったのはようこさんがそのエビワンタンを食べているところがポワーンとこう出てきたんですよ。はい、4問いってみようかな。パピッペクイズね。そしたらあのとっても幸せそうな顔なさってるだろうなってんでちょっとエッチの時にてしまったんですけど、はい、女性のどの部分をどうするのが好きですか。じゃあその他何を、女性のどの部分をどうするのが好きなのかな。あの焼きそば、あんかけ焼きそばみたいな。焼きそばもいいですよね、はい、焼きそばもどんないろんな焼きそばありますよね。五目焼きそばです。五目っていうのは全部入ってるやつですね。そうですね。ポッタポッパペッポいやあの ですからあのあのポあのですからその中にはポパイも好きなほうれん草も入ってる、うん、入ってるあ入ってなかったですね。そうです。あらポパイはパペッポ一番上手なフォロー。ポパイポパペッポあれ今おっぱいって言ってたね。おっぱいはどうするの。その五目の中でもよく美味しかったのは何だったですかね。五目の中でもエビが入ってたのでエビが美味しかったです、ね、エビ好きなんですね、はい、そうなんですね。陽子さんエビ好き、はい、じゃあその五目焼きそばその他には何が。あとは牛肉のあんかけのご飯を食べました。まだ言わせるよ。ポッパイポッパペプえ停止あ、メーデそうそうそうあの今何とおっしゃいました。すいません。牛肉のあんかけのご飯を。牛肉のあんかけのご飯、はい、これも美味しいですよね、はい、やっぱりあの秋田中華の電子ではパピッペクイズ第5問を一つぶつけましょう。これ押さえておかなきゃいけない。じゃあテラちゃんあのヘルスとソープランドの違いを実体験を交えて具体的に説明してくれる、はい、でねあのあと何でしたっけ。あそうだと思うよ。エビワンタン、エビワンタン、エビワンタン、ね、エビワンタン、はい、デザート、まあ、ヤムチャ系のヘルスとソープランド、ね、まだこれから食べようかなと思ってるので。あのどんなのが狙いですかね。今はデザートはみんなで食べようと言ってるのは杏仁豆腐とタピオカのココナッツと あとはマンゴープリンを食べようと。はい、ペパ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 ペペ全然わかんない。すいません、なんかね緊張すると私こういう作業がこう出てきてしまって、あのそうなんで、あのだから今タピオカっておっしゃいましたよね、はい、タピオカでちょっと反応しちゃったごめんなさい、はいはい、だからあとだからなんかこうほらここら辺歩いてるとその大きなその豚まんっていうんですか、はい、こういうのはいかがなもんでございましょうか。肉まんは歩きながら後で食べようかなと。あらいいですね、はい、ペパペパペパポンパッパペピパイ全然わかんないですよね。ですから日が差してきましたよね、はい、これはもうお二方のその今後をことごむかのような感じですよね、はい、どうもどうも。それじゃあのこれからもちょっとあの、ね、運動を軽く歩いてそれであの腹ごなしして、はい、それからまたでいつお帰りですか。9日の明日の夜に帰ります。ああそうですか。じゃあそれまで、ねはい、ぜひ堪能されて、はい、どうもどうもありがとうございました、はい、どうも失礼いたします。いや全然平気だったでしょ今の人。もうねあの隣のお友達が、うん、もう行こうよ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 と感じになってしまいまして、あのとっても優しい陽子さんでらして、うん、あのインタビューに受けてくださったんですけども、うん、それなかなかね、うん、やっぱりあのお友達は冷静にご覧になってますから、うん、あのそろそろ行こうよと。さっきさヘルスとソープの違いどうに言ったの。もう一回パ行で言ってくれる。ペッポッペッペッペッパポッパッパペピパイ。ポンパンが何？ポッパッパペピパイできない。ポンパンペピパイペピパイピピ
やめてくださいよ。今近所のお店の方が出てこられまして、ちょっと、うん、お宝マニア。テラちゃんはさ、ペペプとポープはどっちが好きなの？ポープ。それじゃあ無罪放免にしようかな。それじゃあね、さよなら。テレビさんがちょっと、え、あら、なんかね、どうしたの？長老がお出ましになったようで。え、長老。何長老って？結構長生きされてるお母様が、うんうんうん、お店とお店の脇からお出になっていらして、うんうん、こちらをじーっと見てんの。ご覧になってらっしゃる。あ、この人が本番好きだと。それじゃあさよなら。ってこと言ってるんですか、テレビさん。これどうすればいい？